西さんよろしくお願いします。はいよろししくお願いします、まあ、たくさんのリスナーからぜひ呼んでくれと。はい、いうこと <laughs> ありがとうございます。お金のことは大西さんに聞けという話で。<laughs> 僕らもお金に困ってるので <laughs>、いや僕に話を聞いたところでお金は増えない。増えるわけじゃないんですね。<laughs> なるほど。まあ元々はジェイピー・モルガン、えーね、銀行資金部為替ディーラー、そうですね。もなさっていたということで、為替ディーラーやってました。 具体的にどういうお仕事だったんですかこれ、基本的にあのドルとか、まああの、基軸通貨がドルなんで、はい、ドル対他の通貨、僕の場合、メインは円が多かったんですけど、はい、他にまにドイツマルクとか、はい、まあイギリスのポンドとかをまあ売り買いして、はい、要するに高く売って、安く買うと、それで儲けるという、ただそれだけのこれ、もうそれは何年ぐらい,い、それはもう10年以上やりましたね、あの<う>80年代から90年代にかけて。 昔、知り合いでそういうディーラーをやっていたのと仲良かった頃、ええ、もう結構大変な仕事っていうかそうです、ね、ストレスが半端じゃないから、はい、もう俺は40過ぎたらもう引退するんだみたいなやっぱりそうなんですかインターバンクディーラーっていうんですけど、はい、要するにあの銀行同士がまがネットワークでつながって、ええ、要するに売りも買いも同時にこうあの値段を出さされるんですよ。ええ、だからあの自分が 買うのか買わされるのか持って売られるのか分かんない状態で常に、んですかね、打ち合ってるんですよ、インターバンクディーラー、銀行内で同士でう。だから結構、それがその自分が買いたいと思ったから買えるわけではなくて、はい。 あの何をこうされるか分かんないんで結構ねそういうその何んですかねあの体力勝負それから反射神経勝負みたいな反射, <laughs> 反射神経といかにこれはダメだと思った時に諦めて損切るかとかひっくり返るかとかそういうその秒単位のあて言うんですかねあの えー、判断を要求されるんでなかなか結構、ね、年取ってくるら四十そうですねインターバンクディーラー40ぐらいが限界じゃないですかね。為替ディーラー反射神経が必要だっていうのす。初めて聞きましたけど、はい、なるほどまあそれをもう10年なさってまあ金融の、えー、最前線にいたわけですけどそれにもかかわらずやめて。 ね、今の活動を始めたうん、うん、きっかけというのは何なんでしょう、はい、あの結局為替っていうのはどこの,そのレートっていうかどこの値のでもあの売り手と買い手が常に,常に表裏一体じゃないですか、はい、だから結局何も作ってないんですよ。えー、すあの勝ちもいれば負けもいて、うん、結局それで勝つっていうことは。あの 特に為替の場合は実需っていう要するに輸入業者とか輸出業者がいて、はい、その人たちは実際に何かを作ってまあ生活してるんですけど、ええ、その人たちからまあ為替ディーラーみたいな何も作ってない人間が儲けるとまあ奪うことになるんで、うんええ、これ意味ないかなと思って一生はややらないないと思ってやめましたね、ええ、そもそもこのお金の仕組みっていうのは何なんでしょう今のお金の仕組みっていうのはまあそもそもほとんどの人が知らないっていうのは大問題で。ええはい あのー、銀行が誰かにお金を貸すたんびにお金が増えていくというそういういおかしな仕組みで今、あの増えているんですね。うん、で結局、じゃあお金ってあるのかというと皆さんお金ってあると思ってますけど実際、紙じゃないですか、せいぜいあったって。えーはい、で、コインですよね、えー、で実際でも今、お金がそのコインとして存在している部分とか、それから紙幣として存在している部分っていうのは。えー みんなが持ってると思ってるお金の10分の1ぐらいしかないんですよ。うん、あ実際に物質として存在してるのは存在してるのははい。あとはどこにあるんですかあとは結局預金として情報として数字としてあるだけでみんなが自分の預金を引き出しに行くとお金ないんですよね実は銀行には,そのお金はない,ない,いここの世には存在しないってことですね。<は> <laughs> だってて日本中の現金預貯金預全部合わせても 1> 今1千兆円以上あるんですよ、はい、でそれは、ね、数字で言うとマネーストック M2 ていう数字なんですけど、はい、日銀からデータ引っ張ってこられますけど、それが今1000兆円以上あるんですけど、えー、現金全部引っ掛け集めても100兆ぐらいにしかならないってことは、えー、みんなが自分のお金だと思っているものを銀行に引き出しに行った瞬間に、はい、もう崩壊しちゃう仕組みなんですね、ないんで。 まあ要は日本全国国民がお金を引き出そうと一辺にしたらそんなお金はないとない,ないです。<laughs> お金ない<え>じゃ何なのそれはちょ十、ね、分の一ぐらいしかないってこと十分の一しかないってことですね。ははは。ないないのに<ー>そ,そ,それ何なのって感じですね、はい、そもそもね。ですよね、うん。そうそうそう,そう。<え> <laughs> それ,のそれをなんかお金があると信じてること自体実は幻想で、ええ、よく僕マトリックスの話をするんですけどママトトリリッッククススってう映画のあの映画のマトリックスっていうのは基本的にその今我々が見ている世界っていうのは仮想現実だと、はい、あれも実はお金の発行お金の仕組みを実は描いてる映画だって言ってる人もいてお<ー>実はねお金なんてないんだよって。 仮想現実と同じようにそこに気づいてしまうと、はい、じゃああるのは何なのって考えた時に、はい、我々の目の前にあるこうなんか水だったりとかいろんな物質があるじゃないですか、うん、いろんなその皆さんが使ったりとか食べたりして役に立つもの、はい、それが実は富のすべてですよね実はね。えーはい、でそれで交換できるからお金が意味あると思われてるんですけど、うん、じゃあある今この瞬間にお金が完全に消えたとしても、えー、多分誰も困らないですよね。 まあ確かに <laughs> 誰も構わないですよね。<laughs> はい。ね、だそこのねなんか思い込みは実は僕は壊そうとしていて、はい。なんかそういった意味で言うとかなり変わった政治家を名乗って言いながら、はい、変わったやつではありますね。ほう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 。<laughs> まあでもじゃあ,あの今後のこうお金の仕組みっていうのはどういうふうに変えた方が。あのー 今後のお金の仕組みって僕はだからそもそもなんかお金が金利で増えるっておかしいと思いません、うん、お金って別に置いといただけで別に増えるわけじゃなくてなんかそれを借りてえ利息分余計に返す人がいるから増えるっていうふうになってますけどでもお金ってじゃあ意味あるのって考えた時にそれ以外のこう実態の価値って別に時間とともに増えてるわけじゃないじゃないですか,なんか必ず何か物って腐ったり壊れたりして減ってきますよね。 だけどお金だけ金利で増えていくとな、うん、なんかつつまが合わないがわですよね、うん、だからそもそも金利っていう概念が僕は世界的にもうすでにあの限界を迎えていると思っていて<ー>今、世界的に低金利じゃないですかマイナス金利っていう話も出てきてマイナス金利の意味が僕も分かんないんですけど <laughs> えどういうういいことっていう、うん、でマイナス金利の方がまだはるかに利にかなってるっていうのは。 他の要するに、まあ、お金が富だとすると普通の他の実体価値っていう意味での富は、うん、時間とともに腐ったりえ壊れたりしてマイナスって減ってきますよね、えー。お金だけ増えるのが問題なんであって、うん、むしろお金って時間とともに減った方がバランス取れるじゃないですか。のもの自然じゃないですかそっちの方が、えー だからそのそもそもお金が時間とともに増えるって概念はなんか我々が今まで例えば20世紀においてたくさん作って売って消費してっていうことが続いていた経済成長がまあ、いっぱいある時代はなんとなくこう続いていたけれども、うんはい、もうそれ時代遅れなんじゃないのっていうそういう時代じゃないですかねとうう僕思ってます、ええ、はい,いやじゃあどうういう,ふうに なればいいといとううふうに思っどういうふうになればいいか、まずその僕が言っているのはその、借金でお金を作る仕組みがまあ間違っているというので、ええ、まあ誰の借金でもないお金をまあ政府が、各国の政府が責任を持ってまあ発行していくと、ええ、今、民間銀行が勝手に作ってるじゃないですか意外とこれがまあ一般の人たち、まあ、世界中もそうだと思うんですけど、はい、知られていないですよね、そうです知らないんですよ。要は国がお金を作っているというそうふうううに 勘違いしているというかう日銀が作ってるとか、はい、要するにフェッドが作ってるとか、はい、そういうその勘違いのまま進んでるんですけど本当のことを知ったらみんなこれ怒りますよね。そ、はい、<laughs> そろそろねっていうふうになんか言いますよね。 その本当のの話ってどういういことなんです,かんです、ね、まあその当時僕もこの、まあ、番組のコーナーで一回紹介したんですけどうん、うん、2000 1900年代初期の頃に、まあ、それこそ第一次世界大戦の後後で,すよねでしたね大西さんが働いていた、まあ、JP モルガン <laughs> まあこ,のこのモルガン本人が当時の,あの金持ちを集めてフェデラルリザ・リザーブ銀行を作ろうじゃないかみたいなことで結局そこで、えー、アメリカではえー 所得税でしたっけあの、うん、インカムタックスっていうのを導入して、うんうん、結局そのインカムタックスっていうのはもともとアメリカにはなかったんですけどそのフェデラル・リザーブ銀行があのお金を吸った時にそのお金を利子をつけてアメリカに貸す、うん、でその政府,で、ね、政府に貸すと。うんうん、でその 貸したその利子をそのアメリカ人のインカムタックスから取っちゃえみたいなそういう仕組みを作ってそのままアメリカではそれが残っているとだからそんなプライベートな銀行がすらなければ別にそのあの あのなんていうんですか、その利子なんて払わなくて済むんだっていう、うん、そもそも政府が銀行からお金を借りる必要はないんですよね、ですよねおかしいですよね、うん、政府がお金をつければいいというな話であって、えー、政府がお金をり銀行から借りてると、はい、結局、日本も今、そうじゃないですか、えー、日本の政府が国債を発行するっていうと、えーえー、どこに基本的に買わせるかっていうと、民間の銀行に買わせるんですよ、はい、だから銀行から政府がお金を借りてる状態で。はい でそれに対して結構今でも年間9兆円ぐらいの利息が発生してるんですよね、yeah. 9兆円、はい、<laughs> 兆円この30年間で300兆円以上の利息が発生していて、はい、日本の政府の借金だけでその利息は誰がもらってるんですかで利息って基本的にお金持ちのところに行く仕組みになってるじゃないですか <laughs> 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 そうですよねお金を貸してる人のところに行く仕組みになってますよね、はい、この30年で300兆ぐらいそれが移転してるってことは、<Yeah. S 1> そは格差広がるに決まってますよね。はい そういうい当たり前のおかしなことを、まあ、あのおかしいって言う人はあんまりいないのがちょっと問題かなというふうに思います。はい、というか、もともと一般人はそういうことを知らないですよねまあ普通の人は知らないのが当たり前かもしれませんね。<ー>うん、それは、まあ メディアでも話さないし、そ,ね、その仕組みをうまい具合にこう説明しないというか、その説明しない理由っていうのはどこにあると思いますか。えっと説明多分できないんだと思うんですよ。なかなか説明するの難しいとは思います。確かに。でも今大西さんが言ったように、単純に <laughs> あの <laughs> あの、えー、お金を。 貸して政府が借りてるわけですから借りる必要もないところから借りてるっていうそうですねなんでそ,、うん、そこをそんなシステムができてしまったというか、うん、それがなんでまかり通っちゃってるっていうか、うん、どこにもともとはそのお金をその借金とともにお金を作り出すっていう方法は、うん、ある時代は良かったのか良かったというかねその機能していた時代が多分あったと思うんですよ。はい、でそれは えっと、お金だけあっても意味がなくて、うん、それに対応する実態の価値が生まれないと意味がないじゃないですか。はい、でねお金で借金でお金を発行するってことはそれを借りた人がそれを使って何らかの生産活動をして、ええええ、その借金の時に作ったお金に見合う実態価値をこのように生み出さないとバランスが取れない。 それで、えっと、借金でお金を発行して借りた人はその分の生産活動をしてその分の価値を生み出すというそれがなんとな,なんとく、まあ、うまくいっていた時代は多分あったと思うんですよ、はい、経済成長が世界的にあった時代は、ええ、でもそれが続くかというと当然地球一個しかないわけで、ええ、経済成長が無限に続くことはないと考えると、ええ、この仕組み、もそろそろ時代遅れじゃないのという、はい、そういった時代に差し掛かっているんじゃないかなというふうふには思います。 まあ、今もう暮らしていて、なんか所得税はあるわ、消費税はあるわ、もうなんか車税、道路税。もう,う、もう特にあ、日本なんて税金だらけですけど、これだけ必要なんでしょうかう。いや、税金はもうすでに、あのー、必要ないというか、税金は取ってはいけない時代になってると思ってますよ、はい。ええ、あのね、昔税金を取っていたっていうのは一つ。 あのー、それがまあいい効果を持っていた時代が多分あったんですよね。それは例えば昭和の時代とか。うん あの昔日本って戦争、まあ、今日ちょうどそうです、ね、今日8月15日ですよね戦後焼、はい、け野原の状態で生産能力が圧倒的になかったわけですよね、えー、で物がなかったからみんな物が欲しかった,た需,要需要はとても大きかったんだけど生産能力が圧倒的に低かった時に、うん、要するに税金を集めるとかあと年金を集めるとかみんなが貯金をして、うん、一時的にそのお金を集めることによってみんなの購買力を 下げる、うん、でその、えー、集めたお金を今度大規模投資して<ー>例えばあの橋とか港湾とか、はいえー、道路とか、はい、鉄道とかぬ国のインフラが壊れていたから、うん、それに大規模に投資すると国の生産性が飛躍的に上がって、うん、でそういうたくさんみんなが物が欲しいという需要を満たすことができた、はい、でそれがうまいこと循環していたのが多分20世紀とか昭和の時代だったと思うんですけど。 で基本的に資本主義も同じ考え方だと思うんですよ。うん、資本家が利益を上げることによってそれを大規模に投資すると、うん、それによって民間の生産性が上がって、はい、みんながこう喜ぶ時代があったんだけど、はい、それずっと続けてると結局みんなからお金を集めすぎて、うんあのー、消費者の要するに購買力がなくなってしまっている状態、はい、今はそういう状態じゃないですか、えー、みんなからお金を集めすぎて。はい、だからでそうやって集めたお金を今度どこに 投資すればいいいかというとうん、結局、もう国が日本みたいにこう成熟してしまうとどこにと道路を作っていいわけでもなし、はい、なんかをこう橋を作っていいわけでもなし、えー、なんか投資先が見つからない状態、えー、あ今、全く発想を逆転して、えっと、税金を集めちゃいけない年金を集めちゃいけない、うん、年金がないからといって2000万も貯金しちゃいけない、はい、<laughs> とにかくそうやって発想を変えてもうお金を集めるのはやめて、えーえー、逆にお金を 作って配るところからスタートした方が多分今経済回るんだと思うんですよ。発想の転換が多分今必要なんだと思います。えそう配るっていうのはどういうふうにどこに配る？配るっていうのはみんなに一律に配ればいいんですよ。ええ、配っちゃえと。配っちゃえそうそう一人百万ぐらい配っちゃえ。はあ。<laughs> それはどうか要は政府が配るということ。そう政府が政府政府で政府がお金を作って配っちゃう。はいはい。それはできる話で。ええ あのー、そもそもその日,本あの日本の政府ってずっと赤字で来ていて、うん、足りない分は集めるんじゃなくて、ええ、実は借金でお金を作ってきたんですよね。はい、それができるんであれば、ええ、まあ借金で作るのはちょっとやっぱりねさっきみたいにそもそもなんで政府がお金を借りて作んなきゃいけないのかっていう話になるので、ええ、責任を持って政府がお金を作って配ってしまえばという。そういうねまあ 既存の政治家とか政党とかまあそういうこと言ってるところはいないですけど、うん、そろそろなんかそういう発想を転換した経済とか金融の考え方をまあしてみてもいいんじゃないのっていうことは僕、結構言ってるんですけどね。なるほど まあ僕も大賛成ですけど <laughs>、でもそうなってしまうと、どうしてもやっぱり政府が一般市民にそうやってお金をばらまくってイコール、どこかからやっぱりそのお金をなんか作らないといけないイコール、は政府っていうのは税金でまたそのお金をあの一般市民から取るということになっちゃうんじゃないかと全然取る必要ないんですよ、うんあのー、そもそも。どこから生生みみ出出すすすわけでプリンア あだからいや生み出すっていうのは結局みんながのお金が富だと思ってるから生み出さなきゃいけないと思ってるんですけど、はい、富って実際、えー、みんなが動いて働いて作り出すものじゃないですか今お金がないからそれができないって言ってるんですよ例えば介護産業に今すごい人が必要、うん、でこれからどんどんそこを大きくしなきゃいけない時に、はい、お金がないからできないって言ってるんですけどう、ねえー、そお金がないからできないんじゃなくて、えー、お金がなかったらお金作ってそこにぶち込めば、はい そそそここに若いい人人たちががが入ってきてきうするるとと動くでで価値が生まれるじゃなだから富っていうのはお金ではなくて結局ね、えー、お金なんてその富を生み出すためのなんかこう引き換券っていうか<ー>その、えー、と起動する一つのチケットみたいなもんなんで、はい、本当の意味での富っていうのはそのお金じゃなくて、えー、お金がなかったらお金は勝手に作ってそれを受け取った人が動いて自分の体で作り出すものが本当の価値なんですよ。うん、なるほど だから、ねあのー、お金なんか作ったって全然問題なくてそれを使ってちゃんとした価値をみんながこのように作り出せば、はい、ちゃんとその裏付けはできるっていう考え方ですね。なるほど、まあ、あのちょっと話が変わるかもしれないですけど今までアメリカの軍も何,何千兆円っていうのがどこかに消えてしまったというか日本でも一時期、年金のお金がなんか何年か前にありましたよね、うん、なんかニュースになって何兆円が消えているっていう。うん ニュースもありましたけどああいうお金ってどこに消えてると思いますかお金はどこに消えてるか分かんない一時期ニュースになってそこからまたんかニュースにならなくなるじゃないですか気が付いたらみんなもう忘れちゃってるえちょっと待ってくれあの何千兆円ってお金消えたって言ったのはどあのニュースはどこ行ったの?」っあの話消えたっていうのが本当に消えちゃったんだったら別に問題ないんですよだってねお金って消えちゃったら そのお金を使う人もいなければ、はい、要するにその,その使って何かが起きることもないじゃないですか、はい、消えちゃったお金って元々もともとないものをないものをんかこう、えー、な,いない状態になっただけの話なんですけ、うん、結局問題なのは、えー、お金が消え,た消えたとか消えないとかいうことじゃなくて、えー、我々が何をするか何をしないかなんですよ。うん、結局そのおお金金が消えちちゃゃっっったらお金を作っちゃって でそれを使って我々がやるべきことをやればいいだけの話で、えー、結局ねみんなねお金にとらわれすぎなんですよねうんだからお金なんて実際存在しなくて、はい、今この瞬間に我々の目の前にあるものって、はい、それ以外の全てのこういう実体のものしかないじゃないですか、はい、でお金だって引き出しに行ったらないわけですよね、えー、だからお金がが、問題ななんじゃなくて、我々が 何を作り出したかとか何を消費するかとか、えー、何をするかっていうその実は実体のものしかない中でうん、うん、我々はお金という虚構にとらわれてるだからこれマトリックスなんですよ、はい、なるほどね <laughs> 我々の意識が <laughs> そうなんです我々が人間だけじゃないですかお金があると思ってるのはですよね動物な,な,なんてお金なんてね紙切れ、えー、お札見たって紙切れだとしか思わないじゃないですかあれ人間が強固にあれをお金だと信じてるからお金があるんであって、はい でそれを言ったら例えば所有の概念とか、えー、あとそれから支配の概念っていうのも我々言うこと聞かなきゃいけないと思ってる,ってるから言うこと聞くんであって。うんえー、あと 自分が持ってるこれは俺のもんでお前のもんじゃなくて取っちゃいけないっていう所有の概念は人間が作ってるだけの話で、はいえー、動物からしてみれば全部この世のものはすべて借り物で、はい、みんな生きて死ぬだけじゃないですか、えー、人間も実はそうなんだけど、はい、結局全部我々の頭の中から作り出してるっていうことは、えー、やっぱりマトリックスなんですここ最近またちょっと話題になってる。 えー、仮想通貨というか暗号通貨、森、はい、さんはどう思いますか。ピ<の>ット怖いんですとか、うん。暗号通貨は今の今あるお金でこう市場で取引しているものはちょっとかなり、ええ、あれは投機投機投機対象でしかないとは思ってます。うん、ただあのその暗号通貨のベースになってるブロックチェーンっていうその技術はすごくこう可能性があるなと思うのは、ええ、実際にあの。 そのブロックチェーンの技術を使ってお金を今までと全く違う概念のお金を作ろうというふうに試みをしている連中がいるんですよ。それは何かっていうとお金って今までの普通のお金っていうのは金利で増えるとか時間とともに増えるっていう概念じゃないですか。はいえー、でそれがそもそも間違っていて他の実体物と同じように時間とともにお金も要するに減っていかなきゃいけないっていう考え方を、うん、そういう思想のもとに。 減る仮想通貨っていうのを今のビットコインとかそういうのではないわけですねじそうその同じブロックチェーン技術を作りながらうそういうその、えー、時間とともに減っていくお金というのを作ろうとしている、えー、そういうその連中もいて、えー、僕はそういうその仮想通貨っていうのは多分未来があるなというふうに思いますより自然なんでそっちの方が。なるほど減っていく、うん、うそう減っていくんですよ。 えー、でお金って減っちゃ困るってみんな困ってあの、まあ、思ってますけどだけどこの世のものはすべて基本的には減っていくというか、えー、壊れていくし朽ちていくし、はい、我々自身も死んでいくんで、えー、そこをやっぱりちょっと,そのなんとかなあの自然にやっぱり変えて <laughs> 我々の経済の仕組みをっってていうふうふに思ってます、えー、<laughs> 大西さん、個人的に何か。 投資とかかなさってるんですかいや投資は全くしてないです<う>い投資するお金持ってないですから<もう> <laughs> <laughs> 将来に向けてどういう情報をキャッチしながら我々はこう生活していけばいいんでしょうか老後の生活とか うちのスタッフが心配してますけど <laughs> <laughs> どうなんでしょうかどううなんでしょうね僕情報なのかなというなんか情報というよりもその大事なことは何なのかなとだから結局我々いずれ死ぬじゃないですかいつ死ぬか分かんないじゃないですかだからその、ね、常にこう自分のやりたいことをまあやってうん、うん、で大事なことを大事にして。えー で毎日こう満足して生きるのが大事なんじゃないかな,と <laughs> <laughs> なんかお金のことを心配するよりも自分の時間をし大事にした方がいいなと僕思います<ー>本当に結構日本人っていうのはそのなんか政府に頼るというか老後要は年金いくらもらえるんだみたいなまあアメリカでも多少ありますけどねソーシャルセキュリティとかまあなんか特にもう仕事ができなくなってしまって。 たらも頼るのは、えー、政府しかないみたいなうん、うん、そういうなんか流れがありますけど大西、うん、さん的にはどう思います、あのーまあ、確かになんかそういう側面はあって、えーっとなんかまあ、今その言っている年金問題も、ええあのー、要するに払ったものが返ってこないとかそういう考え方になっちゃってますけど。 なんでしょう,ね、うんなんかそうですね難しいとこですねそれねうんで大西さんもやっぱり老後はその年金に頼る生活みたいなことを考えてるんでしょうか 考えてないですねもうそんな,なんかことをなんか全然こう考えてないですね、あのー。だってどうなるんでしょう。あ,のー、あんまり、まあ、お金は心配の部分は確かにあると思うんですよね、うん、あの皆さん。ただなんかそれよりも。 うんやっぱり自分の時間ですねそれをどう使うかということを常々だからそれを例えば、えっと、お金のために使うかだからお金が必要だからお金を稼ぐために時間を使い続けるのか、はいえー、そうじゃなくて、あのー、まあ、えー、お金度外視でまあそれも難しいかもしれないですけど、うん、自分が本当に、えー、やりたいと思うこととか なんかすごいワクワクすることに対して時間を使うのかそういうそのことを中心に考えてるんで、うん、僕の場合はなんかあんまりそ,のそこはすいませんなんか楽観的すぎるのかどうか分かんないと、はい、い,いうか <laughs> 心配してないと <laughs> 心配してないというかでも今は結構なんかオーティメーション時代で全部、まあ、ロボット化されて、まあ、将来的にもうコンビニのバイトもなくなっちゃうんじゃないかみたいなことを結構周りでは 心配してるところありますよね、あのー、仕事がなくなってしまうんじゃないかっていうでもね仕事がなくなるってことはいいことじゃないですか、えー、だってみんなが仕事を少なくすればいいわけでしょ、うん、本当はね、はいえー、ちゃんとだからその,そのオートメーション化だったりとかその効率化の,その成果をみんなにちゃんと配っていくと、うん、みんなの仕事が減って、えー、みんなが少ない時間だけ働けばいいはずなのに、はい それによって仕事がなくなっちゃってあぶれちゃう人が社会から放り出されるみたいな仕組みは、はい、やっぱりその資本主義っていう仕組みが、ええ、そのみんなのための仕組みではないというそのなんか証拠なんじゃないかなというふうには思いますね。おうおうなるほど。うん、まああの小西さんのなんかこう理想の未来っていうのはどういう未来を、ね？あの理想の未来っていうのは。 やっぱおお金金みたいなななななものがなくなるって野なんですかお金は <laughs> <laughs> あれスタートレックスでそんなセリフありませんでしたっけスタートレックスはもう完全にスターあの時代はお金っていう概念がないわけですから確かねそう、ええ、あのミス r s p o k e がそんなことやれた時に、はい、そんな野蛮なものは存在しないっていうふうに言ったことがあるような気がするんですけど、はいええ、でもそういう時代が僕来るんじゃないかなと思いますようん,ん、うん、まあこれもまあオーディメーションのおかげとかなんかも あるんでしょうかね、うん、だからみんながそんなに多く働かなくなったらそもそもなんかその所有の概念ももしかしたらいらなくなるかもしれないし、はい、遠い先の未来ですよ、そういう話じゃないですけどなんかそういうこともあるかもしれないし、はいあのー、なんかそうすると奪い合うこともなかったりとか、うん、争うこともなかったりとか、うん、余計な競争もなかったりとか、ええ、なんかありうる話じゃないかなという,ふうに思いますけど。なるほど、うん、はい 告知はあれですねこれから僕もう8月の末からも全国ツアーにずっと出て <laughs> そのお金の発行の仕組みからそれからまあその基本的にその今何がおかしくなってるかっていうと我々の価値観がなんかお金中心になってしまっていて本当はもっと大事なその自分の時間だったりとか。 その自分の生き方だったりとかそういうことがな,んかないがしろになってしまってるんでうん、うん、そこについての話を、まあ、するようなその3時間ぐらいの僕ライブ,をライブっていうかお話あの演説ライブじゃないですけど<う>なんかトークライブとかいうことを実はやっていていあのそれのツアーが8月から9月10月12月ぐらいもう結構埋まってるんですけど全国行きますので、はい、もし興味があれば聞いていただければなというふうに思います。 ウェブページは自分のです大西常紀のホームページのウェブページ、はいえー、大西常紀、ひらがなですけど、常紀、はい、だけね、はいえー、そこのスケジュールの、えー、カレンダーを見ていただくと、えええー、いついつどこでその講演会をやるっていうのがありますので、それをご覧になっていただいて、もしよろしければ、足を運んでいただければ。なるほど結構あの、政治、経済、金融って難しく思えるけど、実は結構、わくわくする。 ラライイブブだだっったたりりししまますすね。<う>トーク今こういう金融関係で働いてる人たちっていうのはやっぱりこうななんですかね大体はもう金の欲で働いてる人たちなんでしょうか、ね、<laughs> どうでしょうね <laughs> なんか,なか一,概一概に決めつけない方がいいような気がしますよ <laughs> いろんなことを考えながらや,やられて。 やられてる方がいらっしゃると思うんで、ええ、まあそ,の、ね、それぞれその家族のためにお金を稼げなきゃいけないっていうのは結構皆さん今の社会だとあるじゃないですか、はいええ、でその中でまあそういう選択をしてらっしゃる方々がいると僕は基本的になんかそういう人たちがどうこうよりもやっぱ仕組みがおかしいんじゃないか,のか,な,いかなっていう話をしてますねその仕組みを変えようとしてますねはいなるほどわかりました、まあ、その仕組みをこう変えるっていうか 何が一番重要だと思います、今からこう、うん、みんなの考え方を変えるためには。え考え方で,すか仕組みですかだから仕組みを変えるためにやっぱりみんなの考え方を変えるのが先で、お金にとらわれたその考え方をまず変えることによって、うん、そのおかしさをちゃんと理解していただいて、はい、じゃあ変えようかって気になった時に、えー、最終的に、まあ、これ、政治的に力を持たないとできませんけれども、うん、仕組みを変えるっていうのは。えー えー、でもみんながそう思ったら、まあ、数も多分ついてくると思うので、はい、そういった順番で考えを変えてでみんなの考えを代表するような、まあ、その代表者を作って、えー、で法律を変えてっていう順番でやりたいなというふうに思いますけど。うんうん、なるほどわ、はいえー、かりました、まあ、最近あれ 知ってます「N 国党」とかって、ねはい、出てますね、出てますね。立、は、花、い、さんも以前イベントにゲストに来てもらったことうん、うん、そうなんですか、えー、2年ぐらい前に来てもらったことがあるんですけどうん、うん、まあ、でもあ,れあの人がフォローしてると僕もだからまあ,あまり政治にも興味なかったんですけどざっくばらんに彼は YouTube で話していてうん、うん、政治家ってこんな金になるんだみたいな <laughs> <laughs> 当選したらこんなにもらえるんだみたいな。 最近そうですね、言ってるみたいですね、あえて給料がね、言われると、ああ、そんなにもらってるのかみたいな、だから税金はすごいところ行ってるなっていうふうに思ったりもしますけどね、確かにね、高いですね、歳費ってやつですね、あれね、給料ね、その分、ちゃんと仕事すればいいんですけどね、大事なところですね、それは。